間の靴ひも、靴、紐です。毎度ご仕事やられたようです。皆さん駄菓子は好きですかうーん、ワイはですね。好きですね、駄菓子。なんでも最近のヤングは駄菓子を知らないとか知ってるとか。うん、まあ、駄菓子屋さん、めっきり減りましたもんね。駄菓子屋さん。はあ、まあ、あの、駄菓子ってのは安くて、うまい菓子のことです。うん。まあ、雑な、 解説で申し訳ないですけど、うまい棒とか、ああいうのが、駄菓子の一種でございますね。駄菓子フレンズな。駄菓子フレンズ。うん。で、あの、ね、Y はまあ、世代的に、ヤングな頃からひたすら、うーん。ひたすらヤングな頃から、美味しい駄菓子を摂取してきて、で、育ってきた、そういうあの世代でございますから、駄菓子世代な。うん。その駄菓子世代代代表であるこの Y が、うん。まあ、いわばあれだよね。 ベテラン駄菓子スト。うん。駄菓子スト靴紐が、皆様にね、お気に入りの駄菓子を語らせていただきたいと、お気に入り駄菓子な。うーん。まあ、まずは、タラタラしてんじゃねーぞ。ですね。皆さんご存知ですからたらたらしてんじゃねーぞって。あの、エスニック味激辛、あれエスニック風味激辛味かなの、なんかあの、 変なやつじゃない。あのー、美味しいやつでございますね。うん。あとは、キャベツ太郎あの、カエルパッケージのソース味だったかなの、えー、っと、スナック菓子でございますね。これ食べたことある人多いんじゃないかな。ね。でもまあ、そういったあの、デリシャス駄菓子を差し置いて、ワイの中での圧倒的、ぶっちぎりの駄菓子。うん、ぶっちぎり駄菓子がございまして、その名も、ビッグカツ。 うん、皆さん、ビッグカツご存知ですかビッグカツ。もう、駄菓子界の、あ、見った。あ、青。おーうーもう、こう、このビッグカツはね、あのー、見た目も味もマジでカツ。うん、ご飯の上に乗っけたら、カツ丼ですからね。見た目は。うん。ていうことでね、皆さん、駄菓子は好きですか最後までご視聴いただき、ありがとうございました。